嫌われるかもわからないと思ってるビジネスをやってることに問題があるよ。なるほど。まあ、そもそもビジネスモデルがダメなんじゃないですかってことなんですよ。はい、嫌われないようにって考えるより、こんな人にどうやったら好かれるかなって考えた方が人生にとってはめっちゃええと思うんだよな。お前のことなんかどうでもええやんけと。なんかそんなこともっと周りに目向けろよと。で、相手がおるわけだから、相手に役立とうとか、相手に喜んでもらおう、好かれよう、こういうことを考えてった方がよっぽど自分の学びになるのちゃうかなと思うな。そういうことをしてたらネットワークできへんで、うん、嫌われない方法はあるよ、うん、絶対嫌われない方法あるよ。はい、それではよろしくお願いします。かけさん、今日なんですけども、人に嫌われない方法はあるのかみたいな、うんうんうん、嫌われる勇気とかいう本とかが昔ベストセラーになったり、うん、おー、そうなんや、うん、あの人に嫌われない、まあ、好かれるのか嫌われないか、うんうん、ちょっとかけさんに聞くのもどうなんかなと思ったんですけど、これに俺に聞くネタじゃねえと思う。この番組の視聴者、この番組の視聴者嫌われない、いや、ネットワークの人は嫌われたくないっていうのがあるかもわからへんね。確かに確かに。でも嫌われない方法はあるよ。お、絶対嫌われない方法あるよ。誰にも会わないこと。なるほど、確かに。誰でも会わない方絶対嫌われへんやん。うん、その方法だと好かれもしないってことですか。好かれもしない。ああ、なるほど。だから嫌われない方法って実際あんねんけど、人に嫌われたくないっていう前面に出てリストアップして伝えに行けない、嫌われたら困るからっていうこと、うん、要は本人がまず大前提として嫌われるかもわからないと思ってるビジネスをやってることに問題があるよ。なるほど、確かに。そうやろ。例えばローソンでな、はい、廃棄処分の弁当あるやんか、うん、捨てんのにもお金かかるわけやんか、はい、ほなお金払って引き取ってあげますや言うたら嫌われる、喜ばれるですね。喜ばれるしかないやんか、うんうん、もっと大きくしてこの店の集客 SNS こういう風にしたらよろしいんちゃいますかって言うと、はい、嫌われる、嬉しいと思います。そうやろ、うん、それをローソンやってんのにセブンイレブンのよかですって言うねん。これどう、鬱陶しいと思われる、嫌われるか分からない。これがネットワークビジネスや、明確な違い分かるかってことね、はいはい、ネットワークビジネスはアムウェイよりこうニュースキーの方がいい、ニュースキーのアムウェイの方がいい、何々がいいでってやってる。ローソンに対してセブンイレブンやれへんかって嫌われるに決まってるやないかと。なるほど。でローソンなんてそんなしんどいことやりたくないし、はい、頑張りたくもないし勉強もしたくないし店にも立ちたくない。でもローソンしかないやろこれから、セブンイレブンの時代やろって言ってこれがアムウェイやったりするね、はい、そのビジネス50年前やったりするねやんか。なで、みんなに嫌われてるのも周知の事実だったりするんだよ、はい、嫌われるに決まってるやんかって、うん、その話って、はい、だから僕はさっき言ったのにゴミ宝に買えまへんかと、これあなたの店にこうやったらもう買いました、あなたの店こうやったら集客できるんちゃいますかと、こうやったら嫌われる人います、うん、うんうん、だからそもそもビジネスモデルがダメなんじゃないですかってことなんですよ。はい、そっちの話になりました。そうそうそう、はいはい、嫌われないようにって考えるより、こんな人にどうやったら好かれるかなって考えた方が人生にとってはめっちゃええと思うんだけどな、うん、嫌われないように動いたらお前決定な人間出来上がらへん。決定な人間がね。なあ、決定って関西弁なんすか。あ、知らねえ。え、言わへんの。いや、多分僕は分かりますけど、分かる、分かるけど決定って言わへんのかな。うん、な、いやね、変わった感じやなみたいなね。はいはい、そうですね、決定な感じやなと思うねんのか、ほんま、うん、できるやろ。確かに。嫌われへんように嫌われへんのって、だって嫌われるもん、そんなで全ての女の子に好かれる無理やん、うん、全ての男性にモテるのも無理やんか、うん、スタイルやってデブが好きとか細いのが好きとかさ、はいはい、巨乳が好きとか貧乳が好きとかさ、うん、な、背が高いのか低いのかとか色白がええとか髪長い髪短いかで、うん、これと同じことを言ってて、はい、嫌われね、あの嫌われないためにどうしたらいいのって、はい、だから自分っていうのは好かれるのはどうしたらいいのっていう話やと思うねんか、うんうん、こんな強みをちゃんと自分が理解することじゃん、はい、この分野やったら俺は強いで、この分野やったらあなたに役立つで言ったらそれに対して頼ってくる人がいるわけやんか、はい、嫌われないためにって俺思ったらどうしようもない、俺どうやったら嫌われんようにできんやん。確かに動けないですよね、喋らん方がいいやん俺、うん、嫌われたらどうしようって、お前のことなんかどうでもええやんけと、なんかそんなこともっと周りに目向けろよと。で、相手がおるわけやから、相手に役立とうとか相手に喜んでもらおう、好かれよう、うん、こういうことを考えてった方がよっぽど自分の学びになるのちゃうかなと思うよな、うん、そういうことをしてたらネットワークできへんで、うん、最後いい話になったところで、はいはい、この辺でお会いしたいと思います、はい、ありがとうございました。
今回無料のオンラインサロンがスタートということで、はい、スタートしています、うん、ぜひこの LINE 公式アカウントに登録いただくだけで、はい、全て無料で、なんとですね、番組配信が月2回、音声番組配信は毎週皆さんの質問に受けたまわりますみたいな、はい、答えますよ。ネットワークビジネスの人ってさ、はい、いっぱい悩んでんじゃないの、うん、育成、組織構成、構築、うん、マネジメント、うん、もうリーダーに対する疑問、不安、全部無料相談やります。しかも匿名で相談も可能、うん、もちろんです。匿名でバレずに相談してください、うん、何でも答えますよっていうのをやりたいし、あとは僕薬剤師なので、うん、健康相談も全て無料で受けたまります。あと副業で騙されてる人多いじゃん、はい、詐欺とかに、はい、だから副業相談も無料。この LINE 公式アカウントに、このコミュニティに入っていただけるだけで、はい、全て今言ったのが無料です。そして高額塾もあります。ありますよ、はい、有料サロンもやってまして、はい、有料サロンはですね、うん、なんと4ヶ月間で年3回しかありません、うん、4ヶ月間で、実は4時間のレクチャーかける8回分、うん、そして、別途コーチングが2時間、はい、別途 SNS のプロデュース、例えばタレントになりたいのも YouTube や他のインフルエンサーやブロガーやいろんなもの、そしてその他クリエイターになりたいとか、そしてプロデューサーになりたい、コンサルになりたい、ディレクターになりたい、ディレクションやっていきたい、それ全てあなたに合わせたスタイルで深く学んでいただけるように個別コンサルします。なので LINE 公式アカウントを登録いただくと、うん、無料で情報が受け取れたり、はい、限定動画とかもあり、そして、そういった高額塾ですね、はい、の案内もあると。あると。高額塾しか入れません。高いんじゃないですか。高いもの、むちゃくちゃ今言ったトータル全部全部合わせて4ヶ月間トータルで5000円。安いと、はい、安いうことで、5000円払っていただいたのは、僕らがですね、はい、あの集客のシステム、うん、ソフトウェア開発してるんで、はい、そういったシステムを逆に半年分最大無料でプレゼントします。おー、はい、そういったですね、僕のビジネスを通じてなんですけど、そういった有料の研修なんかもやってますので、うん、それも全てこの無料のコミュニティに入っていただいて、初めて案内が来ますので、はい、ぜひ、はい、まずは LINE 公式アカウント、はい、ぜひですね登録してみてください。ありがとうございました。